はい、ランダムブースター3つとこちらのフレームと WBB ゲージのチップが入ってる3つ種類。じゃあ開けていこう。で、まあ狙いとしてはなんか動画で出てない分が1つあったんですよね。メインチャンネルで当たってないやつ。そう、ただ俺はアトミックが欲しい。足りへん、よく使うねんな、アトミックって強いあれやからね。これは欲しい、そのために3つ買いました。まあこれ当たったらいいしね。じゃあ開けていきます。3つね。何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな。当たったらええな。3つやからな、多分アトミックは正直当たると思う。新パーツでさ、これ初めてやから、うん、結構いっぱい入ってるねんな。えいちゃん、えいちゃん、来たでよ。開けるわ。頭回ってないんだけど、ハサミあるのにハサミ使わねえ。普通に、いや今回はサーチされへんように。ビーストビヒーモスフォークロスウェイト。てかまだコンプリートしてないやんか。でこれね、ホールドも欲しいんや。ホールドとボルテックス白のが欲しいんや俺は。トレネード版ではない、分かるねんよ音で。だから青い袋で、あ、分からへん、この中に青い袋が入っとんかな。へえ、多分よく分からんねん俺は。アトミックであってほしい。あ、グラビティってことは、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 イビルワイヤってことは、ってことは、これはもしかして。もう、あー、よいしょ。てかさ、そのハサミ切れへんねやろ。うん、切れへん。やばい、あかへん。ハサミで切りよ、ブスって。それかな、ピッチピチやね。あートミック、めっちゃ回るで、くるくる。おー、やばくね。セクシーデイビルアイ、グラビティ、アトミック。で、邪魔、あー、邪魔。カートニャンニャンって首輪がもう生まれてる、ほら。首輪してないと思うやん。してまーす。してます、ニャンニャン。首輪してます、ニャンニャン。あ、ちょ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 。開いた？はい、まだ。いくで。これはな、アトミックじゃない。さっきセロハンテープでされちゃったよ。袋で分かってしまうというな。ドキドキ感がないっていう。バカとハサミは使いようって知っと？知らん。ドラマ？切れないハサミでも、バカな人でも、使い方によっては素晴らしく使えるってこと。バカとハサミは使いよう。はい。バカとハサミは使いよう。よろしく。イクシードビルアイツーグレイブウェイト。あれ？ウェイト2個目？あ、そうなん。え、それ2個あるん、組み合わせ。レイヤーが同じ。じゃあウェイトが同じ。アトミックゲットできたからいいんじゃね。せめてアトミックもう1個欲しかった。しやな。な、次こちら。多分あんまりパッとしない方が多いと思うんですが、 WBB 限定のチップ。もう一回やって。 WBB 限定のチップがなんか、うん、何円買ったらもらえるみたいなのがあったんですよ、ね、うんうんうん、店頭で。なんかかっこいいからお気に入りの便にねつけてみたりできるんで、限定だからね、一応 WBB 限定。でも結構レアじゃないかな、もうないと思うから。多分やばちょう、やばちょ。てってりん。よし。じゃあ、一つずつ見ていきましょうか。なんかいと。ハイセイドもシュータですか？ケイタくんが？なんでケイタくんがハイセイドもシュータですか？終わり方。まだかよ。バカとハサミは？
用意物教えたやん、さっき。待って待って、思い出すわ。バカとハサミは混じり合い。混じらんわ。いや、開いた開いた。ほら、かっこよくね。に、WBB 限定のチップ。ちょっとピント合わすわ。ピントを合わせて、合わせて、小さすぎてピントが。あった、来た。あ、来た。WBBA と小文字で書いてますね。はい、ティーンのバカとハサミは？バカとハサミは似合い胸の歯に日本語喋る。あんたもや。それな。うん。持ってる分だよね、これは。いや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 。なんか違うよな。うん。こっち金やね。はい、三つ目。開いた？三つ目ちゃかちゃかバン。あれ？なんかさ。え？あれ？何？なんで？なんで？え、分かっとったん初めから3色あるって。あ、でもね。言うたやん、何十回。え、なんでなん？え、ちょっと待って、なんでなん？このさ、黒い袋に入っとんのに、発送した人はなんで3色バラバラやって分かっとん？それは、違うやろ。でな、うん。こんなもの買ってん。お、コロコロ一番。今回のコロコロ一番っていうのは魅力はこれ。じゃん。カオスレイヤー。コロコロ一番限定カオスレイヤーです。付録やんな。うん、やば。それが、なんと、じゃん。二つもあります。カオスは、うん、三つ目かな。色。一番最初に黒。レアとして出てきて、うん、セットのやつで、一つ、うん。白。で、今回出てきたのが三つ目。カオス一番レイヤー。めっちゃ強いらしいね。うん、そして、じゃん。じゃん！おーっとコロコロコミック今回のコロ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 、このコロコロコミックの魅力といえば、こちらシャドーオリハルコンゴレムじゃあ、オリハルコン、なんでゴレムがついたのこれかな。まあ、レイヤーは、なんかレアベイゲットバトル。のレイヤーと同じで無敵ウェイなんで無敵時間っていうのが作れて、うん、絶対にバーストされない絶対とは限らないけどバーストされない時間があるんですよ最初の方なんでよあんねんってはいしかもこちら何名様とかじゃなくて全員応募者全員される、うん、いやまあそれは料金かかった当たり前だけど今までのレアベイゲットバトルでゲットできるパーツが入っているこの真ん中としてあるやん、うん、ディスクとレイヤーが今までのレアウェイゲットバトルでゲットできるアマテイウスとバルドゥールのどっちかパーツ選べるいやどっちも入ってるあマジでじゃあそういうどっちもじゃないパーツがな一つなんかディスクがアマテイウスのディスクが入ってるうわーもう一個これでシャドウリハルコンが2つ、うんコロコロ一番限定のカオス一番レイヤーが2つ、うん、やいいやー今回は暑い、うん、早く終わりしよう、うん、よしじゃあ行ってきますはいバイバイ、うん、その顔顔どうしたんこれな、うん、友達のな、うん、いとこがな、うん、手が当たっちゃってな、うんま、顔めくれてな、うん、黒色がピンクになった